平方市立総合スポーツセンターは大阪府平方市にあるスポーツセンター。施設は平方市が所有し、平方体育協会、アシックスジャパン共同事業体が指定管理者として運営管理を行っている。床面積は1789平方メートル。観覧席上に一周190メートルのランニングロードが設置されている。バスケットボール、バレーボール、 バドミントン、ソフトバレーボール、インディアカ、卓球、剣道、空手道、少林寺拳法、ドッジボール等に使われる。板張りの床で、床面積は385平方メートル。剣道、日本拳法、空手道、少林寺拳法、携帯層等に使われる。畳張りの床で、床面積は385平方メートル。柔道、携帯層等に使われる。 床面積は205平方メートルで、卓球に使われる。床面積は460平方メートルで、バドミントンに使われる。床面積は129平方メートルである。床面積は、第1会議室は40平方メートル、第2会議室は66平方メートルである。平方市立陸上競技場日本陸上競技連盟、第3種公認。 総面積は25,462平方メートル。月曜日は休み処日となっている。一周400メートル自家走路が8レーンあり、3000メートル、障害走路はトラック外側に設置されている。練習走路は体育館の横に2レーン設置され、68メートルある。メインスタンドは2000人、芝生スタンドは500人の収容が可能。走路、助走路は、 全天候グレタン舗装、フィールド内は天然芝生となっている。個人利用の料金は平方市在住ならば2時間あたり100円、それ以外ならば200円である。平日は1レーンのみ、使用不可である。フィールドの芝生部分は原則立ち入り禁止である。ハードル、スターティングブロック等の貸し出しを行っている。スナイリ人工芝2面。スナイリ人工芝2面。 スナイリ人工芝3面、アンツー化、コート4面、練習用壁打ち1面、ありがとうございます。